足は、クレブシイカセッチ部の体の一部である。足は、それを所有する生物によって、構成要素や構造が様々であり、彼らは、その機能に見合った生活をしている。人という地上に生息する、脊椎動物に限らず、無脊椎動物も含めて、体という数で備わっており、発生学的に、偶数樹になっている。一般的な生物の足には、 様々な付属機関があり、指のみならず生殖器や外分泌器を備えているものもあり、それらを用い外的に対抗しみを守る手段として利用している種が多くを占める一方、蛇のように足を痕跡が残る程度にまで退化させた種もある。また足に付属する指は足による体勢維持や体を支えるという機能以外に様々な行動を補助するものとなっている。 両生類以上の脊椎動物では、2体の足を持ち、前のものを前足、後ろのものを後足という。基本的構造は2体でほぼ共通しており、鳥類では、前肢は翼に該当する。また、前肢を、で、胞子を足と区別する場合もある。なお、この分類では、人間の足は胞子に当たる。生物分類で、脊椎動物以外に、足らしい足を持つものに、 節足動物が挙げられる。節足動物は体節ごとに一体の付属子を持ち、付属子は外骨格を養子関節で屈折を可能とする。関係動物とあり爪動物では、節足動物のように体節ごとに一体の歩行器官が突出するが、これには外骨格も関節もないため、イボ足と称する。軟体動物では、基本的には、 覆面いっぱ杯に肉質の運動器官を備え、これを足という。分類群によってその形は大きく異なるので、足の形によって分類群の名がついているものがある。タコやイカなど等足類では、足は多数に分かれ、足と呼ばれたり触手と呼ばれたりする。極秘動物では、体内の水管系につながった、細い管を多数体外に伸ばし外界に付着させ、 付着した管を牽引することで自身が移動させる種があり、移動に用いられるそれらの細い管を指して、観測という。極秘動物はご放射奏症であるため、観測は体をなさない。細菌類では、加速と呼ばれる死を伸ばし、移動や捕食、外界近くを行う。V 側面から見た人の右足の骨と皮膚人の足は、形態学的にくるぶしあたりから、 末小端設置部までを指す。人に限らず、末端を、つま先、上面を、足の甲を、仮面を、足の裏、または、足裏、測定し仮面の後端を、かかと、厳スと呼ぶ。足の指を手の指と区別して、死と呼ぶこともある。講義には、ももまでを含めた、貸し全体を足と呼ぶことがある。この意味では、足という漢字を用いることが多い。 足は、接地部から上に向かって、足首、すね、膝、ももといった部位に分けられている。ももは古くは、ぎと言い,い、立って対面した時向かい合う部分を、ムカハギと呼んだ。やがて、ぎはふくらはぎを刺すようになり、ムカハギは、向こうずねを刺すようになった。向こうずねは、すねと同義である。肩骨の向こうずね側には、皮下のすぐ下の骨膜上を神経が走っている。 ふくらはぎは、コぶらとも呼ばれる。いわゆる、コムラ返りとは、ふくらはぎのコぶら腹筋が痙攣を起こしている状態を、指す。膝の裏は、へこんでいて、膝か、ひかがみなどと呼ばれる。足の成長は、男性が16歳頃、女性は14歳頃で止まり、女性の足は、男性の足と比べて小さい。特徴人の足は、 直立二足歩行に適した構造を有している。人の足は、人の手と同様に10以上の骨格筋と、腱から成り立っており、立っていて、体重を移動した時にそれぞれが細かく動くことで、負荷を分散させている。人の足と猿の足を比較すると次のような特徴がある。足のリフレクソロジーのチャートの一例足は時として、 第二の心臓とも呼ばれ、立位持重力に従って、下方向へ体液が流動することによって、引き起こされる、体液停滞むくみを、足の血管周辺の筋肉の運動によって上部へ、押し返し再び循環系に戻すことを行っている。また手と同様に、中医学における軽絡が多くあるとされ、また足の不具合が、体の他の部位の様々な病院となることがあると、される。 足が頭部より低温になる、頭熱足感になると冷え症など様々な健康上の不具合が生じる場合があり、足が頭部より高温になる、図間速熱の方が良いとされている。また足には手と同様に利き足があり、反対側よりも筋力、長さ等が発達していることが多く、左右の不均等が全身の歪みを引き起こすとも言われている。 この足の効きの違いが山中での遭難の原因、リングワンダリングを引き起こすと言われている。足に何らかの症状を引き起こす病気として、以下のようなものがある。他にも様々な病院や病気があるが、実際に症状があるときは、自己判断ではなく専門の医療機関に相談することが望ましい。下足の保護を機関として、衛生、外見の装飾等の目的として、 人は履物を備える。物足国日本語外国語日本。ありがとうございます。